鏡寛平は、日本の俳優である。本名、天野勝美独立系成人映画の喜劇映画で活躍したが、もともとは、経営劇の喜劇俳優であり、舞台役者時代の初期芸名は、七味十四。1928年7月15日、東京府東京市に生まれる。学歴等は伝えられていない。喜劇俳優としてのキャリアが始まった時期も不明であるが、 第二次世界大戦が終了した1945年8月15日には、まだ満17歳であった。戦後、今日が弟子入りしたのは、清水金として知られる、清水金一で、清水は、同年9月には、戦時中に、堺井春二らと結成した、新生喜劇座を再結成し、同年11月には、清水金11座と名称を改めている。鏡は、 浅草公園ロックの大正館地下に、中栄が経営したストリップ劇場浅草カジノ座を、ねじろに、七味十四号名乗り、清水の弟子で若干先輩格の、ミトキンコトビコキンにとコンビを組んだという。カジノ座の開業は1952年11月23日で、ある。当時のカジノ座には、船越英二の実景、三島県らが出演し、幕アイコントや経営劇を行っていた。 1959年8月に発行された雑誌、笑いの泉昭和34年8月号に掲載されたコメディアンの放弾会学やうちは、花盛りに、泉和介、池真一、水戸金、雪香る、ドンすぎたらと共に、七味十四として参加し、青年月日等の紹介がなされている。同志の発行された、当時、今日は、満三十一歳になったばかりである。 当時のカジノ座を知る本田康志春が警察周りに記したところによれば、ミト・キンとコンビを組んでいた時代の鏡はミキ・トリローの議定を自称していたという。1966年10月10日には、死の清水・キ一が満54歳で亡くなっている。同年1月に公開された、浅草の踊り子濡れた素肌は、浅草ロックのストリップ劇場を舞台にした映画だが、 同作のロケーション撮影を行った先が、カジノ座であった。同作の監督である、渡辺守の撮影時の回想には、ミトキンは知人であり、その楽屋にも行った胸の記述があるが、鏡の固有名詞は出てこない。鏡の相棒のミトキンは、東十郎の回想にもしばしば登場するように、当時の独立系成人映画やアングラ演劇との交流があった。鏡カンペと解明して、 以降、諸資料に現れる最初の映画への出演作品は、1970年3月に公開された、マヒルの暴行劇で、同作では、足川恵里と共に主演に抜擢された。同作はシリアスな作品であり、喜劇役者から映画俳優への明確な転向となった。この時すでに満41歳である。1971年9月に公開された大、大敷間。 1973年1月に公開された喜劇女輸送道といった山本信也の監督する喜劇映画に出演するようになり、また山本組には新宿フランス座出身の坂井郎もおり、1970年代に全盛期を迎える山本の演唱コメディを支える役者となる。1974年12月4日に公開されたシリーズ第一作。 セミドキュメント未亡人下宿では、定職や役、1975年3月19日公開の、同、第2作、俗未亡人下宿表も貸します裏も貸しますでは、風呂屋の主人役、同第3作への出演は確認できないが、同年11月1日公開の同第4作、新未亡人下宿奥のまがししますでは、王信の先生役で出演している。 正確な没年月日は不明だが、1977年末から1978年初頭にかけての時期に死去した、万49歳没。不法については、1978年3月に発行された山本深夜の著書、ポルノ監督奮戦記に、加賀美寛平さんが亡くなりました。50でしたかと書かれた程度であり、資料に乏しい。 鏡の死については、津田一郎によれば、鏡は、同じ山本組の常連役者である、吉田純松浦康と仲が良かったらしく、吉田の家で3日3番飲み続けた挙句、急性肝炎になって、入退院を何度も繰り返して、ついに帰らぬ人となってしまったという。鏡は、病院で亡くなったが、身寄りがなく、また住んでいたアパートにも、遺体を運べないとのことで、 病院の死体を置き場に、友人、知人が集まり、通夜が始まったという。この時、津田によれば、ある監督が、てめえ、このお、こんな四角い木の箱なんぞに入りやがって、生意気だ。出てきて俺と一緒に酒を飲め。と、勘置家の蓋に手をかけたが、誰も止められず、結論として、鏡の遺体とこの酔っ払った人物が踊ったという。野上真っ吉の著書、 鎮魂家での野上と山本信也との対談でも、このツヤについては話題に上っており、山本の回想によれば、この酔っ払って棺から鏡の遺体を引っ張り出した人物は吉田淳であったという。2009年2月26日同年3月20日に、シアターイメージフォーラムで行われた、We Are the ク i n k s 日本生愛映画史1965から2008の特集上映で、 出演作、濡れボタンの悪人暴行編が上映された。2011年9月18日、同19日に、神戸映画資料館で行われた、第二の伝説知られざる若松工事の特集上映で、主演作、真ヒルの暴行劇が70分の 35mm フィルムワンプリントで上映された。資料に残る限りの主な一覧であり、すべてのクレジットは、出演である。 東京国立近代美術館、フィルムセンター等の所蔵状況についても記す。ありがとうございます。